こんにちは。こんにちは。こんばんは。ねむねむボーイのひかりでーす。たくみです。はい。今日はですね、僕最近21歳の誕生日を迎えたわけですよ、その動画をね出してるし、ひなりにたくさんお祝いしていただいたんですけど、次ねひなりの誕生日が4月にまた来るのね。そうね。で記念日も4月なのということで、今ねなんかちょっとお祝いブームみたいな、お祝いラッシュみたいな去年もそうだったんだけど、集中するよね。そう、みんなプレゼントってそれぞれ悩むと思うんですよ。それを今回は僕がこんなものもらったら嬉しいよ、こんなもの男子欲しいよっていうのを、まああくまで主観的なんですけど、皆さんにプレゼンしていきたいと思います。まあ結構やっぱプレゼントって悩むから、ちょっと参考にしてプレゼント選びとかに活かしていただけたらなと思います。ということで行きましょう。はい、ということでまず1個目、ネックレスです。まあ、これは王道じゃん、割とね、割と王道なんですけど、結構ねメンズのブランドどこって思うことない？確かに、たくみくんのネックレスを探した時はめっちゃ探したでしょ。女性って4度 C、 ティファニー結構いっぱいあるじゃん。そういうのじゃなくてメンズでどこがいいんだろうっていうのをちょっとご紹介したいなと思います。僕の個人的なおすすめなんですけど、以前左からもらったね、このネックレス、ジェムホームメイドっていうところなんですけど、ここはちゃんと調べたんだよ。そしたらめちゃくちゃメンズ向きでめっちゃ良かった。そう、ここねめっちゃ可愛いよね、他の商品も。ネックレスだけじゃなくてリングとかちょっと小物みたいなのもあって、それもねすっげえ可愛くて、ちょっともちろんいい値段するんだけど、プレゼント向きだし、ありきたりなブランドじゃないのがすごいいいなと思った。シンプルだけどどこにでもあるわけではなさそうな、なんか微妙なとこついてくるんだよね。そうそうそう、結構いい。このロゴがかっこいいとか、このデザインがかっこいいんじゃなくて、純粋にアクセサリーを楽しんでる感じがして、すごい個人的には気に入ったので、僕は結構これおすすめします。でもう一個ちょっと一時期ハマってたブランドがあって、それがビビアンスドット。あれはネックレスも結構ねチャームがちっちゃいものも売ってるので、メンズでもレディースでもつけやすいっていう意味でお揃いにしやすいし、つけてても可愛いし、でネックレスってそんな見せるものじゃなかったりするから、内側だったら別にねそんな派手派手な感じでもないから、個人的にはすごい揃いやすいんじゃないかなと思います。次、ネクタイ。普段みんなネクタイどこで買うかって言ったら、多分おしゃれネクタイはポールスミスとか、あとそれこそビビアンウェストとかが多いんですよ。ただオールドのネクタイがあって、古着って言ったらあれだけど、プレゼントあげようと思って古着になかなか目行くことないと思うから、ちょっとおすすめなんですけど、これオールドのグッチとかイブサンローランのネクタイがあるの。でそれがむちゃくちゃ可愛い。それはどこに売ってるの？古着屋さんに行ったら結構売ってる。トレファクとか一般的なモードオフみたいな、そうそうそう、古着屋さんどこでもあるようなところ、そういうとこでもネクタイ売ってたりする。なのでちょっと気になった方はぜひ見てください。しかも値段が安いので、ちょっとしたプレゼントとかにはめっちゃ向いてると思う。人と被んないしさ、季節物でもないから今季あんま良くないとか、そういうのも対応可能だからね。本当にその人に似合うもの、特に成人式の時期とかはって割と派手なつけても許される時期だから、逆に大人になっちゃうとつけられない分、そうなんだね、19、20歳あたりは好きなものをつけてほしいなっていうのを個人的にも思います、次、ライダースジャケット。えっ、これちょっと変わってるんだけど、一時期ライダースにちょっとハマってた時期があって、結構調べたんですよ、いろんなところ、1個めちゃくちゃいいやつにたどり着いて、それがステディオスっていうブランドなんですけど、原宿とかには3店舗くらいあるかな、すごい綺麗なブランドなんですよ。でそこの作ってる、僕も実際に持ってるんですけど、ダブルライダースと、まあ、シングルライダース両方あるんですけど、それが本革のラムのね、ラムの革で、でしかも日本製なの。へ、結構珍しいんだけど、しかも価格が2万円後半とか3万円手前くらいの、だからライダースながら安いのね、なのですごいおすすめです。僕も実際に購入しました。ということでちょっと見せます。なんか革製品って本当に一生付き合えるものじゃん。でライダースジャケットってこういう系統は着ないっていう人もいるかもしれないけど、黒の結局ジャケットになるから、そう、秋春の入りたての時期とかコートまではいけない時に、やっぱ革だからあったかいし、そうなんだよね、風邪ひくれしないし、そう、すごいあった、一着は絶対あった方がいいやつよね。しかも黒だからめっちゃ使いやすいし、普通に、これなんですけど、これ僕はダブルライダースになります。で買ったのが5年前ぐらい、久しぶりに着るんだけど、こんな感じ。おーね、なんか見慣れてるから変な感じする。結構柔らかくなったんですけど、柔らかいね、最初カッチカチで、すっごい、ね、嬉しかった。高校2年生の時に買ったんだけど、3万円をあのよく買えたね、お年玉出して、これ一生着るんだと思って購入したライダースになります。めちゃくちゃかっこいい。これちなみにサイズこれ2なので、1、2、3ってあるんですけど、もうちょっと大きい方は3でも着れるかなと思う。次、これちょっとサクッといきます。人をダメにするソファ。あー、めっちゃありだね。これは確かに、あのでも男女問わずじゃない。そう、プレゼントっぽくないから、日常のプレゼントというかサプライズっぽい感じであげたらいいと思うんですけど、実際にあと一緒に住んでる方とかね、結構有名なのは無印の人をダメにするソファっていうのがあると思うんだけど、僕の家に実際にあるんですよ。それがヨギボーっていうブランドのちょっと長めの人をダメにするソファ2つ分くらいのでっかいクッションみたいなやつがあって、それがねめちゃくちゃいいの。大きいショッピングモールとかだったらお店が入ってたりするので、気になった方一回見てほしいんですけど、僕が使ってるやつは寝っ転がってこうやって座れるプラス、こう縦にすると椅子みたいになる。普通こうやって寝るんだけど、こうやって寝るんだけど、こう立ててここに
好で座れる椅子になる。使ってから2年くらい経つんだけど、あのビーズの減りも結構無印に比べて大丈夫だし、めちゃくちゃいい。それで寝ないように気をつけてってくらい。ダメなの？寝ちゃ寝ちゃダメじゃないけど、寝たら抜け出せなくなる。朝起きてもなんかそこにハマってんのがちょうど良すぎて出たくないよ本当に。出るのちょっと大変なんだよね。しかもこれ結構おすすめ、ちょっと変わり種としては悪いじゃないかなと思います。次、高級な化粧水。これはちょっと何でもない日のプレゼントっぽい感じなんですけど、イプサっていう化粧品ブランドなんですけど、基礎化粧水、僕も実際にテストしたんですけど、高いなりの保湿力とバランスの良さはすごいあった、うんうん、でもちろん化粧水って人によって合う合わないがあって、一概にこうとは言えないんですけど、ちょっと高い化粧水を使ってみるとなんかちょっとね、クオリティオブライフが上がるんだよね。幸せな気分になるし、ちょっとお風呂早く入ろうってなる。ああ、まあそれつけようみたいなね。そう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 で、プレゼントだったらなおさら多分嬉しいくなっちゃって使いたくなっちゃうから、そういう意味でなんか日常のプレゼントにすごい向いてるなと思います、うん、メンズの人でも化粧をする人が増えてきて、そういう隔たりがなくなってきてる時代だからこそ、なんかそういうものをプレゼントとしてあげるのは、男の人だからそういうの使わないとかじゃなくて、男の人でも化粧する時代だし、保湿をする時代だしっていうのがあるから、そういうのをプレゼントに選ぶのはなかなかいいんじゃないかなと。プレゼントとしていいと思います。男の人ってデパートのさ、コスメのとこにまず入りづらいっていう人多分多いと思うし、ちょっと気になってたとしても、うん、そこでテスターを一人で行くのはどうしようかなとか、ちょっと興味あるけど買えるまでには行かないみたいな人多分すごい多いと思うから、うん、試しで何かをあげてあげたりとか、綺麗になるためっていうかさ、のなんか第一歩みたいなのの手助けになれば、うん、すごいいい気がする。化粧水って入りやすいしね。そう。次、これね、ちょっと特定してるんだけど、お財布じゃなく、ガマ口財布。これね、ちょっと気になってるブランドなんですけど、実際まだ購入はできてなくて、革を専門に取り扱ってる業者さんがあって、そこのガマ口の財布がめちゃくちゃ可愛くて。可愛い。めっちゃ可愛くない？ジョリーオールレザーアイテムズっていうブランドさんです。ここは結構いろんなもの出してて、ガマ口財布とか、コインケースとか、エアポッドのケースとか出してて、全部革なの。で、だんだんね、経年劣化してって、色が変わっていくのよ、だんだん。それもいいね。そう、それがめちゃくちゃいいなと思って、ちょっと気になってはいる。でもまだ購入できてはないので、もし購入したら、インスタか YouTube かでちょっとレビューしたいなと思います。うん、次、ノイズキャンセリングヘッドホン。で、僕、キラリンにね、クリスマスプレゼントで、AirPods Pro ノイズキャンセリングイヤホンもらったんですよ。で、まあ実際あれから3ヶ月ぐらいも使っているわけなんですけど、うん、めっちゃくちゃいい。いいんだ。いや、めちゃくちゃいいよ。3万円くらいするんだよね、確かに。今、この状況だったら絶対に買う。キラリンにも買ってあげようかなと思うくらいいい。そんないいんだ。ちょっと細かい話は置いといて、調べたらたくさん出てくるので、機能とかはね。それを試しては、このノイズキャンセリングって技術はやばい。すげえなと思って。他にもなんかないんだろうと思った時にヘッドホンが出てきたよ。それがソニーの WH1000XM3 っていうノイズキャンセリングヘッドホン。うんうん、で、まあ、ワイヤレスだね、そもそも。だからまあ、コードレスで。で、しかも、こういうノイズキャンセリング度があっちより全然高い。俺思うんだけど、あれより高いってどうなっちゃうのって思うくらい、AirPods Pro は本当にすごい。本当にすごかったね。私もそれ体験はさせてもらったんだけど、本当にすごかった。すごいよね。自分が今持ってる AirPods の比にならないくらい、そのノイズのキャンセリング、ノイズのキャンセリングがすごい。もう。すごいよね。うん、本当にすごい。で、それを一番実感するのが、飛行機、電車。これマジですごくて。そもそもノイズキャンセリングした状態で電車乗ってると、ガタンゴトーンの音はあんまり聞こえない。音楽流しちゃったらもうほぼ聞こえない。てかもう聞こえない。すごい。俺アベンジャーズめっちゃ見たから電車乗るくらい没頭できるんですよ。できるんだ。すごい。確かに YouTube とか、Amazon プライムとか、Netflix とか、ね、めちゃめちゃ入ってる人で、めっちゃ見てますみたいな。海外のドラマとか超見てますみたいな人にしたら、より没頭できて、より楽しめて、音って大事だからね。うん、進んじゃうよね、多分。本当に。いや、それを実感したからこそ、すごいそのヘッドホンも試してみたい。で、同じくらい、価格はね、3万、4万手前くらい。そうなんだ。だからそんなに高くないんだよね。試してみたいなっていう個人的な願望と、ノイズキャンセリングの凄さを知っちゃったから、これ映画好きの人にあげたらたまんねえなと思って、うん、おすすめのプレゼントの中に入れさせてもらいました。で、最後、ずっと昔から僕が試してみたかったもの。なかなかプレゼントとしては多分出てこない。調べても。ソーエクスペリエンスって知ってますか？これは体験チケットって言われるもの。あー、マッサージ券みたいな、というやつなんだけど、ソーエクスペリエンスって何がすごいかというと、カタログみたいなのがあって、その中に100個くらい選択肢があるんです、うんうん、カフェとか、うんうん、アクティビティもたくさんあって、その中から選べるっていう意味では、チケットをあげることによって、例えばじゃあまだデートしてない人とかだったらデートする口実も作れるし、うん、なおかつ相手が好きなものを選ばせてあげられるっていう絶対外れないプレゼントだと思うので、個人的にすごいおすすめです。はい、ということで、はい、僕がご紹介したいメンズ向けのプレゼントはこんな感じでした。
どうでしたか？そうですね、個人的に高木くんが欲しいんだなっていうものがすごい出てましたね。確かになんかあのちょっともしかしたら普通の人だったら使えないかもみたいなものも、うん、まあいくつかあったけど、それをなんかなんだろう、これをきっかけに今日紹介したブランドをちょっと覗いてみたりとか、うん、例えばイヤホンからちょっと飛んで別のものになったりとか、ね、なんか新しく彼氏にあげるプレゼント、彼氏にあげるプレゼントをね、思いつくいいきっかけになればいいなっていうふうに思いました。僕個人的にはネットで調べて出てくる情報は別にネットで調べてくれればいいので、うん、そういうものじゃないものをあげようと思ったら結構主観的になっちゃったんだけど、多分僕の趣味ってそんなに世の中の男性から揃えてはないんです。割とね、まあ王道です、王道なんだよね、趣味的に言ったら。という意味では、まあ、そこまで外れることはないかなと思ってます。はい、ということでプレゼントは結構中身ももちろん重要だけど、それまでに選んでくれた時間とかの労力がすごい嬉しいなと思った方はこういう形チャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。